急ぎよ。ティモシー・ホークの件です。罪状は家宅侵入罪です。会えて嬉しいよ。最近どうだ？何してるんだ？ところで、来週のガールズナイトは他のお嬢さん方と一緒に参加するのかい？どうかしら。あの手のやつはどうも私には向いてないっていうか。そう身構えることはないさ。かくいう、何が起きてる？市民の皆さんは下がって任せてください。こんな訓練は受けていないわ。え、一体何だったんだ？見てこいよ。任せてくれ。犯罪だよ。一体なぜ走り回ってるのかしら。ああ、一本でいいからタバコが欲しいわ。落ち着け。信じたい話。良くなる。じゃあ、まあ、あの判事は部屋にぶち込み。ダメ。くじかないように気をつけて。追いかけっこか。おい、最近どうだ。両手を見える位置に出しとけ。お手に戻るぞ。途中誰にも話しかけるなよ。どんな理由があっても絶対に立ち止まるな。判事殿は気が短いんだ。
さっさと行け。よく戻ってきた。やる気か？今から判決を言い渡す。こうした事件の判決を下す際、これまで私はこの法廷で有罪とみなされた者に対し必要最低限の量刑しか言い渡してこなかった。しかるに君の場合は最も重い刑罰を宣告せざるを得ない。被告人を有罪とみなし懲役2年、罰金1万ドルの量刑を言い渡すものとする。収監先はラピッドシティ刑務所。これにて閉廷。担当者は囚人を監視下に置いておくように。聞こえたろう？立て、行くぞ。これより45分間の休廷とする。さっさと行け。さっさと行け。